今日の県内は高気圧に緩やかに覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けて、夜の初め頃まで雨の降るところがある見込みです。新発田市の泉野公園で開かれている新発田あやめ祭り。園内には300品種60万本の柿つばたや花しょうぶが植えられていて、今は八分咲きだということです。色がいろいろとさあってさ、そしてこういうねちょっと優しい色とかね、そういうのもあってね、すごく良かったなと思って、一面見られるのでとても綺麗ですね。はい、それでまた今日はまた雨がちょっと降ってるので、なんか花も生き生きとしてるみたい。新発田あやめ祭りは今月26日まで開かれています。